敗戦の中で光ったソフトビーモイネロ、工藤監督も評価、まっすぐに力がある。ソフトバンク、モイネロ。12日の楽天戦にも 0-2 で敗れ、首位攻防に連敗となったソフトバンクだが、敗戦の中で光ったのが、モイネロの好投だ。6回からの3イニングを四球一つだけの準完全に抑え、右打者からも3つの三振を奪ってみせた。指揮官もまっすぐに力があるし、チェンジアップもいいところに決まっていた、と称賛した3イニングのピッチング。モイネロ自身も今日は良かった。チェンジアップもカーブもしっかり決まったと十分な手応えを感じたようだ。ブルペンからコントロールと低めに投げることをしっかりやった。特に何イニングとは言われてなかったけど、キューバでも3、4イニングは経験があるし、一度先発で7回を投げたこともあるよ。中継ぎ陣の蓄積疲労が懸念される中、右打者を苦にしない左腕が複数イニングへの対応力を見せたことは、後半戦への大きな財産となりそうだ。